どうも皆さん、マルチゲームクラブホームの黒と申します。ということで、おう、スナイパーゴーストウォリアーコンタクト、続きのプレイしていきたいと思います。はい、ということで、前回、こちらは終わったので、今回はここだね、こちらの方をやっていきたいと思います。まあ、多分このままビーッとこの橋を渡る形になるのかな。はい、じゃあどういうことか、近くまでね、いつも通りカット。はい、ということで、今ね、そこからスー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 とこっち来たんだけど、なんかすごーいね、BO2 のマップにね、なんか出てきそうなやつの建物が来たもんでね、まあ、ハッキングしたらね、いい感じにいたね、あいつね。前回さ、見てくれた方はね、わかると思うんだけど、これハッキングするとね、マークが消えちゃったりするんだよね。313m。そうだな、まあ、こんなもんじゃね。オーケー。一番今までで多分綺麗にいったんじゃない？バレたとしても。もう。あれ？ん？こいつ稼働してないだけ？っぽいね。まあ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 、まあ、今回は、簡単なお仕事だったな。あっ、油断するとなんか死にそう、女予感。これってさぁ、おぉ、ちょっと待って、それは聞いてない。いけないかも。よし、多分ヘッショじゃなくても確定で死ぬ、カッキルの場合は、うわーうわーうわーおいおいおい、味方に騙されたぞ今。ジャッコ、前回その配信がね、終わった後にあのいろいろスキルのポイントが溜まったから、ほら見て、見えるでしょ、こうやって相手のね、足跡をね、サーチしてね、相手の位置を知ることができるっていう、まあもう指示というジャッコカルテよね。どこにあったの？あ、これか。ちょ、待ち。
ワンパンで死んでくれなかったのちょっとショックだった今。よし、オッケー。よーし、はい、ということで、はい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 、今回はここまでにしたいと思います。いや、まさか最後、味方に裏切ると、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回も、お楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければ、フォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。